さあこのゴールドのマシン、ホットボディーズ。今回はこのホットボディーズの達人が私のマシンの後ろについて私を特訓してくれます。このマシンはあのなんてどこのメーカーですか？ホットボディーズの D418 ホットボディーズ。すごいっすね。これフロントギアリフが10万番なんですよね。20万、あ20万か、今20万でリアが10万。しかもこれバッテリーが前ですか？おお、バッテリーが前置きなんですって。珍しいですね。じゃあ今からね、私と並走してくれますので、走ってみたいと思います。さあ画面右上、手前ホームストレートスタートしました。お、シャンプーのツートップの愛さんも一緒にくっついてきてくれています。いつもはね、シャンプーのツートップの愛さんと王さんがたまにね、私の後ろにこうやってくっついてきてくれて、私のメンタルを鍛えてくれています。今日は、ホットボディーズのマシンの達人、T さんが、私の後ろについて、私を鍛えてくれる、そうそうたるメンバーに、いつも鍛えてもらって、もう本当にね、ありがたい。非常に幸せなことです。さあ、手前切り返し。こうやってね、後ろに疲れると、非常にね、メンタルがね、やられるわけですよ。でも、レースで勝つには、この練習をしなくてはいけないということで、いつもね、速い方が私の後ろについて、私のメンタルを鍛えてくれています。さあ、画面右側ですね。3連ジャンプを越え、そして手前ホームストレートへ。この、ゴールドのマシン、ホットボディーズの達人、T さん。いつも私が、フロントのギアデフを重くした方が走りやすいって、達人に教わったって言っていますけれども、そのね、フロントのギアデフを重くした方がいいよって教えてくれたのが、この、今私の後ろについてくれている、ホットボディーズの達人、T さんです。この動画のね、最初でも紹介しましたけれども、T さんは今フロントなんと20万番、リアはね10万番を入れているそうです。すごいですね。私は今ね、フロントは1万、リアは5000、フロントの方を重くしてあります。さあ画面右側、手前ホームストレート。今日1日ね、白と黒の YZ4SF の方と一緒にゆっくり走る練習をね、もう一日ずっとやっていて、で今はね、もう夜、もう閉店間際かな、もう夜ですね。そのゆっくり走る練習の延長で少しずつスピードを上げてって今に至っているという感じです。でもね、こうやって速い人が後ろにつくとすごくメンタルがやられて、思い通りにコーナーをねなかなか走れなくなるんですよ。後ろについてると思うと、コーナーを突っ込みすぎちゃってね、どうしても速く走ろうとしちゃって、コーナーを突っ込みすぎちゃって大回りになったり、そういったね、ことになってしまうんですね。なのでね、非常にこの練習がね、有効なんですね。レースの練習になる。さあ、手前そして右側、3連ジャンプを越え、そしてホームストレートへ。おっと、ストレートエンドで転んでしまいました。さあそして、おシャンプーのツートップのもう一人、王さんが今度は後ろにくっついてきてくれています。青のボディの私、そしてゴールドのボディのT さん、そしてその後ろオレンジと紫のボディ、王さん、もうこれはテンパってしまいますね。私
さあ手前切り返し、すごいですね。2台に後ろに疲れて、これはテンパってしまいますね。お、テンパってますね。インフィールドパイプに引っかかっております。私さあ右側、そして手前ホームストレートへ。すごいいい練習になりますね。あ、ちなみに先ほどの愛さんもこの王さんもキャンプのツートップはなんと肉です。肉です。すごいです。さあプレッシャーに負けず、コーナー突っ込みすぎず、綺麗なラインを走れるように頑張りましょう。おー、突っ込みすぎの逆、ちょっとインを攻めすぎて転がってしまいました。さあ、お、2連のところで転んだ車を T さんが起こしていますね。 T さんはね、転んでる車を起こすのがめっちゃうまいんですよ。私も今日何回もこのゴールドのマシンの T さんにね、転んでるところをね、起こしてもらいました。もうそういうところもね、達人です。すごい。さあ画面上側、そして切り返して手前側へ、2連ジャンプ。さあそしてインフィールドのこの細かいところ、ここ苦手なんですよね。さあそして3連ジャンプ。さあそして手前ホームストレート。さあコーナーをきれいに曲がっていきましょう。 T さんのプレッシャーに負けず、ツートップのね、愛さんに教わったゆっくり走る練習、これがねすごくね生きていますね。ゆっくり走る練習っていうのは結局速く走る練習でもあるんですけれども、コーナーをねしっかりとラインをきれいに走る練習なんですよね。その練習をもう2週間ぐらいずっとやってることによって、マシンがね暴れなくなったねってよく言われるようになりました。やっぱねそのね練習の成果だと思います。そしてね少しずつ少しずつ入れられそうなところでねスピードを上げていって、今この走り方でタイムは24秒台が普通に出るようになっています。なのでね、もう少し入れられるところを入れてスピードを上げていけばもっと速くなるかなって思うんですけれども、今はまだ我慢してね、これくらいのスピード、24秒がたまに出るくらいのスピードで焦ってはいけません。このゆっくり走る練習を続けていけばきっとおのずとタイムは上がっていくと信じて、今ねまた闇雲にねスロットルを握る元の走るスタイルに戻してしまうときっと成長しないと思いますのでね、今のこの走り方、ここもねあまりスロットルを入れていません。ここもあまりスロットルを入れていません。本当はねスロットルをねもっと全然入れてもいい場所なんですけれども、今はまだねそこもねスロットルを我慢して入れていません。インフィールドもねゆっくり走行。武田さんどうですかバッテリー。そして手前のホームストレートはもう全速で、でその後の S 字も本当はもう少しスロットルを入れられるんですけれども、今はまだあまり入れていません。それでもね本気で走っていた時と今のこの走り方だと今の方がもうタイムがいいですからね。武田さんバッテリーどうすか。まだ、じゃあもうちょっと行きますか。すいません、ありがとうございます。キャンプスタジアムは本当にね雰囲気が良くて、みんなね仲良くラジコンを楽しんでいます。初めてね来た方とかももうねすぐにね仲良くなれると思います。みんなすごくいい人で楽しくラジコンをやっています。ちょっと外に行くともめっちゃ滑る。さあ2連ジャンプ、おっと入りが悪くて飛べませんでした。さあインフィールドを走って3連ジャンプ。
そして手前ホームストレート、ここはね全力で飛ばします。さあ S 字なるべく直線的に、おっと大回り込みすぎてしまったんですね。さあそして2連ジャンプ、おっと距離が足りない。これもね後ろに走っているホットボディーズの T さんのプレッシャーです。さあ S 字を直線的に、お今回はうまくいったかな。さあここは小回りで、ここも小回り、ここがね大回りになるんですね。 T さんにそこをねもう少しインをついた方がね速くなるよって教えてもらいました。さあ画面真ん中です。切り返して2連ジャンプ、2連ジャンプのね飛距離がちょっと前よりも良くなったかなって感じがします。ありがとうございます。ちょっとだけ飛距離が合ってきたかな。さあ S 字を直線的に、おまあまあ直線的に行きましたね。さあ小回り小回り、あーまた大回りしましたね今の苦手なところ。さあそして2連ジャンプ、さあインフィールド、あーここも大回り、まあ苦手なところばかりですけれどもね、まあ練習あるのみですね。いやラジコンがねめっちゃ楽しいっす。ゆっくり走る練習もねすっごく楽しいんですよ。なんかねコーナーをきれいに曲がるっていうのは結構快感なんですよね。いやありがとうございました。お世辞も嬉しいです。